みんなこんにちは、はてなくんだよ。カメレオンってどうやって餌を捕まえているんだろう。今日はカメレオンさんにお話聞いてみるよ。やあ、僕はカメレオン。僕がどうやって獲物を捕まえているかって？こうさ、舌を思い切り長く伸ばして獲物をくっつけて取るんだ。僕の舌の先はネバネバしている。ここにハエやコオロギなどの虫をくっつけて引き寄せるんだね。すごく伸びるだろう。普段餌を取らないときは舌はくるくる丸めて巻物みたいに口の中に押し縮めているんだ。獲物を見つけたら舌を伸ばしてくっつける。そして縮めて口に入れるんだ。これって1秒もかかっていないんだ。20分の1秒くらい。しかも僕らの目は右と左の目をバラバラに動かすことができるんだ。あっちこっちの方向を同時に見ることができるんだぜ。すごいだろう。あと体の色も緑になったり茶色になったりと変えることもできるんだね。見分けにくいだろう。尻尾も枝に巻きつけることができるし、いろいろと工夫しているんだぜ。カメレオンくん、どうもありがとう。本当にすごい特技だね。今日のまとめ。カメレオンは獲物を見つけると口の中にくるくる丸めておいた舌を伸ばし獲物をくっつける。そして口の中に引き寄せるんだ。この間わずか20分の1秒。早いよね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。バイバーイ。